これもいい球でしたが、ここに待ってました児玉、一塁に送っています。これで3アウトです。序盤の3回までゲーム終わりました。1対0ライオンズが1点をリードしています。スタートなし、ピッチャーゴロだ。2塁に送って1-6-3と渡りました。ダブルプレースタート、ゴロになる、ショートゴロだ。2塁は無理、1塁に送りました。まあ、今ベースカバーに入っていましたので体の使い方が少し逆になりました。ショートの児玉です。中に入った、ショートゴロだ。よく掴んだ、二塁へ。ここはルーキーの児玉、ナイスプレー。高橋が踏ん張りました。ピッチャーゴロ、足に当たったでしょうか。回り込んでいく、素晴らしいカバーでした児玉。当たってはないんですね。当たってないですね。児玉はでも本当落ち着いたプレーしますね。 いい動きしてますよね。難しい形になってるかなと思います、ね、空振りからセカンド送球アウトになりました。三振ゲッツー、キャッチャー小賀が盗塁を刺しました。アピールはないようですね。三遊間ショート深いところ、おアウトになりました。だろうと思うんですけど、三遊間の当たり、ルーキーの児玉、いいプレーだ。これはいいプレーだ。見事な動きを見せました。まあ、このショートの児玉は身長166センチ、はい、そしてファイターズのそういう感覚は多分ないでしょうね。ショートへのゴロ、先ほどホームラン竹澤夏夫と8球目弾き返した、ショート滝沢うまくさばきました。スリーアウト、10対0。試合終了です。10対0。埼玉です。